モリス・リチャード・ジェプソンは、アメリカ合衆国の科学者、軍人。カーソンシティに生まれ、第二次世界大戦中は、アメリカ陸軍航空隊将尉。広島に原爆を落とす際、エノラゲイに、技術者として登場し、ウィリアム・スターリング・パーソンズと共に、テニアン島から日本への飛行中、原爆の安全解除を担当した。ジェプソンの役割は、1下地点に接近する直前に、 原爆から安全プラグを抜くことであった。1945年9月、合衆国への貢献が認められ、シルバースターを受賞。1950年代、ジェプソンはカリフォルニア州のローレンス・リバモア国立研究所の科学者として働き、水爆の開発に携わった。後にマイクロ波技術やヘリコプターで使用される、スタビライザーなどいくつかの重要な技術、長年にわたって、 ジェプソンは自分自身や彼の家族への復旧を恐れて原爆投下の作戦についてこうに話すことを拒んだ。1985年からインタビューを通して自身の合衆国への貢献を進んで話すようになる。原爆投下40周年の際、ジェプソンはインタビューに応じ作戦中の自身の役割について詳しく語った。左からモリス・ジェプソン、ポール・ティベッツ、 セオドア・バンカーク。2004年10月23日、国立航空宇宙博物館のスティーブン会、ウドバーヘイジーセンターにて、ミッションの終了後、個人的に所有していた原爆の安全プラグを2002年に、競売にかけるが、アメリカ合衆国政府はプラグが、機密扱いの存在であるとして、競売を中止させようとした。連邦地方裁判所は、政府の訴えを退け、 最終的に引退した物理学者クレイ・パーキンスに16万7000ドルで売却された。原爆投下60周年の際、タイムは原爆投下を特集し、ジャプソンとその他のクルーは自らの体験を説明した。この際、原爆投下について多くの人々が死んでいるのは分かっていた。喜びはなかったと語った。2009年、毎日新聞の取材で、 原爆使用の道義的責任に言及したオバマ大統領を間違っていると批判。また同インタビューで原爆は戦争を早期に終結し、犠牲を回避するための唯一の選択だった原爆を使用した米国を罪だとしており、あまりにも世間知らずな発言だ。とても悪い気分になるだろうと述べ、原爆投下に対する自身の価値観を語った。物理学者としての引退後、 二人目の妻とラスベガスに居住した。2010年3月20日、ラスベガスでこのようる。ありがとうございます。